私、空直空は2024年1月の卒業公演をもって電波組インクを卒業します。今日のライブが卒業をするぞということを初めてファンの皆さんの前で言う日なんですよ。でもなんか結構その自分の中で思い悩んだ末の決断だったので、ちゃんとけじめをつけられる大事な日になるんじゃないかなっていう。電波組インクのアイドル力っていうのは本当に私の中ではすっごいでっかい学びでした。初めて聞いたのが、いつだろうな。いやー、なんかアオニャンって本当にポテンシャルの塊で本当に即戦力だったんですよ。やっぱ辞める決断ってすごい難しいと思うんですよね。辞めるというのも勇気いるというか、また電波の明るい様子が消えてしまうとこれ以上暗くなってどうするんだと思うんですけれども、みんなで協力してバーッとできたらいいなと思ってます。おー、ドキドキ、頑張るしかない、やるしかない。